平野翔も興奮、表参道 YSL 巨大リップの中身が凄す,すぎた。限定イベント新作コスメレビューも、YSL 表参道巨大リップの制作費がやばすぎた。その金額と制作費はを大暴露。表参道の街を歩いていると、目に飛び込んでくるのは、イブ・サンローランボテのフラッグシップブティックに飾られた巨大なリップスティック。この圧倒的な存在感を持つディスプレイは、 たくまに人々の注目を集め、そのインスタ映えするフォルムからも、多くのファンが足を止めて写真を撮るスポットとなっています。特に、このリップが YSL ラブ社員ファクトリーの一環として展示されていることもあり、話題は尽きません。このイベントには平野翔も参加し、その姿がさらに多くの注目を集めています。この巨大リップは、単なる装飾品ではなく、 YSL のブランドイメージを強く訴求するためのシンボルとしての役割を果たしています。YSL は、モードとビューティーの世界で一流のブランドとして君臨してきましたが、その中でもリップスティックは、特に女性たちの間で絶大な人気を誇っています。その象徴たるリップを、巨大化させることで、一層そのブランド力を視覚的に強調しようという狙いが感じられます。そして、 その狙いいは見事に成功ししてるると言えるでしょうこのディスプレイがあるだけで、多くの人が店舗に足を運び、写真を撮り、SNS でシェアするという循環が生まれています。特に、日本の若い女性たちは、美に対する感度が非常に高く、トレンドに敏感です。彼女たちがこの巨大リップに惹かれるのは、単にその大きさやフォルムだけでなく、YSL が提供する世界観に魅了されているからに他なりません。 美しく洗練されたデザイン、高級感あふれるプロダクト、そしてそれを体現するブランドストーリーが彼女たちの心を捉えて離さないのです。この巨大リップが注目を集める中で、もう一つの大きな話題となったのが、平野賞の参加です。彼がこのイベントに登場したことで、ファンたちの関心は一層高まりました。彼のカリスマ性と ISL のエレガンスが融合することで、 ブランドの魅力がさらに引き立てられたと言っても過言ではありません。平野翔のファンたちは、彼がこのリップと一緒に写っている写真を見て、まるでその場所に自分もいるかのような錯覚を覚え、さらにリップそのものへの興味も高まっています。実際に SNS 上では、巨大リップの写真に対するコメントが溢れています。アリエッティサイズという驚きの声や、これがリアルとは思えない美しさという簡単の声が飛び交い、中には、 これ、アクスタにしてほしいといったユニークなリクエストも見受けられます。このように、巨大リップは単なるディスプレイとしてだけでなく、訪れる人々の想像力やユーモアを引き出す存在ともなっているのです。しかし、このようなディスプレイには、単なる視覚的なインパクトだけではなく、ブランドの未来に対するメッセージが込められていると考えることもできます。YSL は、単なるコスメティックブランドとしてだけでなく、 時代の変化に敏感に反応し、新しい価値観を提案し続けるブランドでもあります。巨大リップは、その象徴として、これからのビューティー業界における新たなスタンダードを提示しているのかもしれません。例えば、リップスティックというアイテム自体が、今後どのように進化していくのか。デジタル時代において、リップの色や質感をアプリでシミュレーションできるようになったり、 AI が個々の肌色に最適な色を提案するような未来が待っているかもしれません。そんな未来を予感させるディスプレイとして、この巨大リップは、現代と未来をつなぐ架け橋としての役割も果たしているのではないでしょうか。さらに、巨大リップが持つインパクトは、ビューティー業界だけでなく、ファッション業界全体に波及しています。YSL は、常に革新的なデザインとともにファッションの最前線を走り続けてきましたが、 このリップディスプレイも、その延長線上にあると言えます。リップスティックが持つ象徴性、それは、自己表現の手段であり、また、ファッションの一部でもあります。この巨大リップは、その象徴性を最大限に引き出し、見る者に強烈な印象を与えるのです。また、巨大リップが表参道という場所に設置されていることも見逃せません。表参道は、 東京の中でも特にファッショナブルな街として知られており、世界中のブランドが集まる場所です。そんな街に巨大リップが登場したことで、YSL がこの場所に持つ意味や、ブランドが目指す未来像が一層明確になったともいえます。表参道は、トレンドの発信地であり、そこで注目を集めることは、ブランドのステータスを高めるだけでなく、新しい顧客層の獲得にもつながります。さらに考えれば、 この巨大リップの背後には、現代の女性たちが求める、自分らしさや、表現の自由といったテーマが隠されているのかもしれません。リップスティックというアイテムは、時にはメイクアップの中でも最も個性を表現するツールとして使われます。それを巨大化することで、YSL は、自分をもっと大胆に表現しようというメッセージを送っているのではないでしょうか。 自分の内面の美しさや個性をリップという形で表現することの大切さ、それを大きく象徴化することで、現代の女性たちにエンパワーメントのメッセージを届けているのかもしれません。もちろん、このようなイベントやディスプレイは、単にブランドのプロモーションの一環として捉えることもできますが、それ以上の意味を持たせることができるのが、YSL のブランド力といえます。この巨大リップが持つメッセージ性や象徴性は、 単なる視覚的なインパクト以上のものを私たちに示しているのです。このように、YSL の巨大リップは、ただのオブジェではなく、ブランドの歴史や未来、そして現代の女性たちが求める価値観を体現する象徴的な存在と言えます。それは、美の追求や自己表現の重要性を改めて感じさせるものであり、訪れる人々に新たなインスピレーションを与えるでしょう。そして、その背後にあるメッセージを理解することで、 私たちはより深いレベルで YSL というブランドを楽しむことができるのです。この巨大リップがこれからも多くの人々を魅了し続けることは間違いありません。それは、YSL が提供する美の世界に浸り、自分自身の魅力を再発見する旅の始まりでもあるのです。また、平野翔の多彩さもこの成功に一役買っています。彼はただのモデルではなく、ダンサー、歌手、俳優としても活躍しており、 そのすべての才能が集約されたパフォーマンスが、YSL のビジュアルと完璧にマッチしました。彼の持つ独特のオーラと魅力が、ブランドのメッセージをより強力に伝える手助けをしています。こうした背景から考えると、YSL ラブシャインキャンディグローバームの初日売り上げは、予想を上回る結果をもたらしたことは間違いありません。多くのファンがその効果を期待し、リピート購入することも見込まれます。 実際の数値は公開されていませんが、この規模のプロモーションとファンの反応を考慮すると、数億円規模の売り上げが達成された可能性は非常に高いと言えます。しかし、この成功にはいくつかの課題も浮かび上がってきます。例えば、リップバームという商品は、使用頻度や保存期間が限られているため、一度の購入で終わってしまうことが多いです。これをどう持続的な売上につなげていくかが、 次なる課題となります。平野賞の影響力を最大限に活かしつつ、リップ以外の製品ラインナップへの誘導や、リピーターを増やすためのキャンペーンなど、新たな戦略が必要とされるでしょう。また、今回の成功は、他のブランドにも影響を与える可能性があります。競合他社も同様の戦略を取り入れることで、次々と有名人を起用したプロモーションが増えるかもしれません。そうなった場合、 どのようにして YSL がその中で際立ち続けるかが問われるでしょう。平野章の起用が一時的なブームに終わらないよう、今後の展開に注目です。このように、平野章のプロモーション活動は、単なるリップバームの販売促進にとどまらず、YSL ブランド全体の価値向上に寄与するものであり、さらにその影響が広がっていくことが期待されます。これからも彼の活躍と、 それがもたらすブランドへの影響に注目が集まることでしょう。そして、ファンだけでなく、業界全体がその動向を見守り続けることで、さらなる進化と革新が生まれることが期待されます。平野翔がブランドアンバサダーを務める、YSL ラブシャインキャンディグローバームの初日セールは、その結果だけでなく、その背後にある多くの要素が注目されるべきです。このセールは、 YSL のマーケティング戦略がいかに成功に計画され、実行されたかを示す一例であり、その成功は偶然ではありませんでした。まず、このリップバームは発売前からすでに大きな話題となっていました。平野翔が YSL の日本初のビジュアルモデルとして登場することが発表された時から、ファンや美容業界の専門家たちの間で大きな期待が高まっていました。彼の起用が発表されるや否や、 SNS では彼に関連する投稿が急増し、YSL の公式サイトや店舗にもアクセスが集中しました。これにより、リップバームが発売される前から、すでに多くの人々が購入を決意していたのです。初日セールの成功には、いくつかの要因が重なっていました。まず、YSL は平野省のビジュアルとともに、リップバームの特徴や成分についての詳細な情報を提供しました。 98%が自然由来の成分で構成され、約85%がリップケア成分であるという点は、現代の消費者が求めるクリーンビューティーに対応したものであり、多くの消費者に安心感を与えました。また、商品のパッケージデザインも非常に洗練されており、平野紫のイメージと見事に調和していました。これにより、消費者は単なるコスメティック製品以上の価値を感じ、購入意欲を高めたのです。